雪織。
私の元に届いたユキさんからの手紙は、新しいユキさんを待ち続けた多くの人々へのメッセージでもありました。ユキプリズミックツアー2002、ジュリー&マリーから旅立ったユキという一人のアーティストは、涙の川を泳ぎ切って今新しい世界へたどり着こうとしています。強い意志とエネルギー、あの日の自分がいたから今の自分を見つけられたのです。新たなプリズムの輝き、空の上で鳴り続ける光の音が人々の胸をいつまでも高ぶらせます。ありがとう。